アラサー女子の恋愛事情65点。アラサーのキーラ・ナイトレイはひょんなことから高校生のクロエの家に泊めてもらうことに。2014年の作品がようやく DVD スルーで登場です。始まりの歌であんなに綺麗だったキーラ・ナイトレイが痛々しいアラサー女子を好演しています。高校時代の人間関係を疑問を抱えながら引きずりながら、これでいいのか私の人生のようやく気づいた痛い女が高校生に出会い、教えるつもりが教わるというシンプルな話に、酒飲むと低層観念ガバガバになりがちというアラサー女子あるあるをスパイスに、大人のしちゃう変な正義感ある行動とサム・ロックウェルのユーモアに笑って、高校生のみずみずしいあの感じにセンチメンタルを感じて、予想外にボリュームたっぷりで楽しめました。中身全然スカスカなのに責任感だけで筋通そうとするのとか、もうほんと心当たりだらけなんでやめてほしかったです。惜しかったのは肝心のキーラ・ナイトレイとクロエ・グレイス・モレッツの関係性の描き方が弱くて後半伸び悩んでしまったのが残念ですが、アラサー女子これ見たらグサグサと胸に刺さってしまうんじゃないのかという恋愛映画でした。